西アジアサッカー選手権2012は2012年12月8日から12月20日にかけてクウェートで開催された第7回目の西アジアサッカー選手権であるシリアが初優勝を果たしたグループリーグの抽選会は2012年9月16日にクウェートシティで行われた抽選の際のシード順は2012年9月の FIFA フフランキングによって決定された 参加国11チームは3グループに分かれ、グループリーグを戦う。各グループ C チームと2チームのうち成績最上位のチームが準決勝に進出する。クウェート V パレスチナオマーン V レバノンクウェート V オマーンレバノン V パレスチナクウェート V レバノンオマーン V パレスチナイラン V サウジアラビアバーレーン V イエメンイラン V バーレーンイエメン V サウジアラビアイラン V イエメンバーレーン V サウジアラビアイラク V ヨルダンイラク V シリアヨルダン V シリア各グループ2チームのうち成績最上位のチームのみが準決勝に進出する。オマーン V イラクバーレーン V シリアオマーン V バーレーンイラク V シリアありがとうございます。